よっしゃお疲れ様でございます。帰ってきましたまあちょっと涼しいでねということで、今日はね、通常運行に戻りつつある。体調もね少し回復してきました、ということで今日のねおつまみはサーモンのチーズ焼きとサラダと餃子で、ニンニクのなんだっけこれ、もつニンニク焼き、うん、この辺もうまそうなんで、この辺りで食べていきたいと思います。そして今日もいっとがジョッキーでいきます。今日は札幌黒ラベルでいっちゃいたいと思います。よいしょ、じゃあね食べていきたいと思いますということで、ちょっとお腹減ってるんで食べさせてください。もう餃子食っちゃおう、まだまだパワーが足りんからの、食べないと。餃子食べます。うん、よし、いくぜ。今日は札幌ビールで札幌のジョッキーで行くぜ。飲みましょう、とりあえず。よし、みんな、ハイリフォー、ハイリフォー、いってきます。最高っす。最高っす。最高っす。ああ、ニンニクの芽とニンニクすげえでこれ。これすごい、ニンニクの芽と持つだこれ。ニンニクとニンニクの芽の持つ。昨日玉ねぎ一玉食ったでしょ。あれニンニクもドバドバいってるし、これやばいと思って、昨日早めに寝て起きて軽く走って、大丈夫かなと思ったらなんとか乗り切ってる。危なかった、これ以上体調悪くなってやだなと思ってたんだけど、なんとかギリギリ玉ねぎが効いたよ。よかった。体調悪くならなかったもん。バカ野郎でしょ。大会も何も、大会の練習とかじゃないくて、自分で勝手に50キロ走って勝手に体壊してるっていうの、何なんだろうね。やりすぎだよね、本当ね。うえ、うえ。っていうことで、元気出てきましたやっと。よかった。本当に良かった。ということで今日はね、視聴者さんからいただいた麦焼酎、こちら飲もうと思います。この女性の絵が描かれたお酒、生きっこっていうのかな、麦焼酎、長崎県壱岐市生きの蔵酒造様から東京にわざわざね来て私いただきました。麦焼酎飲んでみろっていうことで、こちら飲んでみたいと思います。よし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 ハーフ&ハーフ、よしよし。爽やか、ああ、ほんとね、
二階堂よりも二階堂が男だとしたらこっち女の子って感じ、本当に。ああ爽やかって感じ。うん、女性は好きそう。うん、俺も好きだよ。どうですかね。うん、うまい。これあーなんかこう長崎のなんかこう自然豊かな、これ息でしょ、息のこの島々の空気感が感じられます。そんなことでいいのかな。わかんないけど、ほんとそうだよ。うん、二階堂は大分、ね、こちら長崎。これうまい、これうまいよ。全く癖がない、金宮みたい。これやばいよ。このなんかこの女性にやられちゃうみたいな感じだよ。これに飲まされちゃうみたいな感じだよ。本当に危ないよ。全然癖ねえもん。なんでいつも金宮があるかっていうと、安心するんだよ、近くにいると金宮が、うん、安心するの。したいんだと思った。最大の欲求が毎日旅したいんだと思って、旅気分で行きたいと思うんだよ。バックパッカーみたいな、ヒッピートラベラーみたいな、カヤックのね、あのリバートリップみたいな。あのカヤックの旅楽しいんだけど、そういうのを今でもしたいんだなって思って走ってるのかもしれない。旅したい。旅、だから、旅気分？うん。だから旅気分だから、いいのよ。職場と、ね、駅の間の10キロだけでも、旅してる気分になれば、それでいいわけだし、遠くに行かなくても、って思ったね、なんか、うん、だから走ってんのかなって思う。いや、いろんなとこ行けて、遠くに行けて旅できたら最高なんだけど、できないじゃん、なかなか。うん、私の身分では犬もいるしさ、何日かも家開けることもね、寂しいしさ、できないし、だからさ、そうやって毎日楽しんでるのかなと思うよね。これやばい。なんで麦焼酎の柄にこの柄なんて思わない？この女性の柄なのって思わない？そんな感じがわかる、飲むと。やられるよ。
もうなんかメロメロにさせられるっていうか、あなたをメロメロにするわよみたいな、私の魅力でメロメロにするわよみたいな感じだよね。麦焼酎のデザイン描くのなんて死ぬほど大変だよね。意味わかんないよね。生きる希望はどっから湧いてるんですか。生きる希望なんでねえよ俺。何もないよ。何もない。絶望しすぎない。楽天的ではありません。この子の名前なんていうのこれ。目が青い子、やばいなこれ。楽天的じゃないし、基本暗いし、クズだし、ノーマネーでフィニッシュだし、なんだけど、なんだろう、楽しく生きたいじゃん。ちょっとだから想像してるのよ、企画してるの、楽しくしようと思って、一つ一つね、楽しい中年ライフを送ろうと思って楽しくしてるんですよ。絶望でしたよ私は。よいしょ。今日もガリガリ君食べて寝るよ。コーラね、食べて寝ようね。うまも回復してきて、8割方回復してきました。そんなこといっつも言ってんだけど、今日ねゆっくり寝て、明日頑張って、でもうすぐお盆休みたくさん走るんでね、体調整えて、休みこそ遊ぶ、休みこそ走るっていうことでね、走れれば僕はどこでもいいんです。ということで、みんな、また明日ね。バイバイ。またね。また。寂しいよ。寂しいよ。